上はボスルームですが初めに正面入り口そちらのクリアリングを行いますかここはどこだっけあここは広くてヤバそうだなヤバいヤバい行かしめよう危ないまずは正面入り口だここからうわー目の前にいる気づかれた気づかれたちょっとタイミングが悪いなうわ行ってきた逃げろ逃げろしゃがんで さあじゃあ、用意。まず、やつを。あ、なんだこれ。パイプボルトアクションピストル。かどうかわからんが一体倒した。よし、勝ってこい。二体目。あいつは近接か。わ、はい。おっと、ディフェンスでいこう。切って。う、えっと。まだ、フィニッシュ部分決まらない。うわー、こいつ、結構強いぞ。ドクミント頑張っている。まずい。他にも、ピストル使いがいる。よしよし。ああ、はい、はい、はい、撃たれてる。 結構重傷を負ってしまってますが。撃ていいやった意外と脆いな、これの敵は。まだ電磁は継続中ですね。うお、そこにいるうわ走ったか。弾だけもらったな。どこだどこだ頑張れ。殴るぞ。よし。危ないうわうわ危ないギリギリうわぁ、ね体力1ミリちなみにコンパニオンがいる状態で死亡するとね。 死なずに近くの拠点まで運んでもらうことができます。ホライゾンではね。で、今重量オーバーなので、ちょっとアイテム、どこに預けましょう。このままでは重量場で死んでしまう。ここの机にするかこれをどうやって運ぶかですよね。カーゴボットが、まだ使われとは思えないしな。も、ま、う、あ、ゆっくり、分けて運ぶしかないのかな。これあれかな重量をいっぱいにして、わざと死んで、で、拠点に運んでもらうとか、そういう技も可能なのかな今ちょっと思いついちゃったけどね。 とりあえず、バンデージ。回復しよう。では次はこちらの大広間。ここの敵を倒せるんであれば倒したいが。あれそうか。背中打つ。よし。ハム減らして。またコーション。あっと危ない。レジェンダーやれるぞ。レーダーベテラン。あいつがいいアイテムを落とすんですね。まず一体。見つかった。うわぁ。しかし一発でミューテッド。結構効いてる。危ねえ。倒してきたよ。バグなかっただの。 ドッグミトがやってくれたチャンス。よし、当たった。よし、半分減らせる。これ結構やるぞ。もう一丁早かった。レジェンダーに倒した。しかし、まだデンジャーか。いますね。どうかな銃は結構撃ってるけど。射撃のスキルは、能力上がってるんですかね近接は上がってるのを確認しましたけどね。あいつなんか拾った。うわー、危ないドッグミトが、よし、勝手と、撃つ。まだ一発で倒せない。もう一発撃ちたいが、 おれっと、決まった。ボルトボーイの後続あたりに、ね、当たってしまってますが、ここには当たり判定がなさそうですね。まだ声がする。イグアナビッツ。これはまだ、未加工かな。マズル、お、ダブルバレルショットガン。プロトタイプマグネット。これかなレジェンダリのレアアイテムはね。それっぽいね。とりあえず、ここの。ど、タレットカール、あぶねー、わお。ー。びっくりした。タレットの他には、 レーダーいるのかタレットはどっか見て夢中。命破壊したい。破壊決まった。ヒデになりましたね。ストレージキーで、こちら開ける。弾が結構ありそうですね。お、いっぱいあるぞ、弾が。やった。これだけあれば、結構戦えるんじゃないかな。コルベ側にはこれがいっぱいあるのかコーランとキャップなんか変わってる アルミニウムになってますね。なんか鉄の部品じゃありませんでしたっけでは、ボス部屋に挑みますが、プロテクトロンは仲間になってくれますかねそのプロテクトロンがね、このホライゾンでどれくらい強くなってるのか。それは気になりますね。ボス部屋に到着。プロテクトロン。しかし結構ね、敵の勘が良くなってるから、あれをハッキングしてる最中に気づかれる可能性もありますね。よしょ、行こう。 プロテクトロンコントロール。モードは、ファイアーブリーザー。よし、頑張れ。プロテクトロン。援護する。まだライト破壊しよう。一発撃ってと、まだセーフ。コーション。先頭開始おーっと,っと燃えてる。やべやべやべ。爆発するぞ、これ。イカサガあそこで、ボスあらせてる。よっと、外した。よし、一発当たって、ハ分ブ上ージャ減らした。 もう一発当てたいが、いやあ、ヘッドショット決まった。いいぞ、プロテクトロン。かなり強くなってる感じしますね。敵のカバーが強くなってるね。外した。ああ、やられた。プロテクトロン。そして車が危ない。馬鹿しそうだ。うわ。タレット破壊。で、じゃあ、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 逃げろ逃げろ。まだタレットがありましたね。向こうの攻撃がこっちに当たってんのに。 あら、ヘッドショット決まった。あれ今撃ったのに、ああ、あれなんか、ああ、あいつ、回復してる。薬使ってますね。なんてやるしいんだ。レバークションライフルは、弾がある状態で、リードーングしてしまうと、前発弾は込めてしまうんですね。そうならないうちに、打ち切り隊が、ああ、ありゃ、やった。ボスは倒した。では、傷だらけなので、再び、バンテージ。いやーバンテージ助かるね。 あ,あ傷を負ってるから、今、片手を押さえてるような状況か。見た目ね。エナジーウェポンズガイド。これもスキル本ですかね。重量バー。まに、まだいる。残れいますね、敵が。なんか今入手したけど、なんだ特別なアイテムのように見えたけど。ちょっと重たいから、預けておこう。不要品をね、また。コンバットピストルってあれですよね。コンバットライフルの短いバージョンなんでしょうね。ピストルバージョン。 さらに、何かを回収。ジェイコブズガイド。どのジェイコブさんだあそこにいる。誰だお前。普通の服着てる夢いるけど。たまたらない。近接か。よし行くぞ。ありゃ一体ぶった切って。今んところ重量オーバーでもダメージは追いませんね。変更かかってんのかなとりあえず解体を試してみますか。できるかどうかわかりませんが。先ほど拾ったのこれかな。 なんか謎のアイテム。これを使うことで、なんかエイドが入っている。これは良さそうだが、解体いいはこれですね。フィールドキット。使ってみた。フィールドキット使ったら、パーソナルツールキットって書いてありますね。ここでいろいろできるのかなジャンクスクラップ、フォロワーメニュー。フォロワーの状態を見れるのかあ、近えるかどうかを設定できるんだ。現在はどうなんだちょっと近すぎる気がするんだよね。アイテムを取るのに邪魔な感じあるから、メディアムで設定しよう。一通り見てみるか。 フォロワースキルメニュー。フォロワーの能力が見れるのかなドックミート。フォロワートレーニングこれは現在のフォロワーの能力。パーソナルキットがフィールドキット。そういう名前に変わったんですね。なんか見つからないなと思ってましたが。フィールドスクラップ。ジャンクスクラップ。ユーティリティクラフティング。いろいろ作れそうだけど。スキルメニュー、これか。あ、ようやくこれで、スキルの見方が分かりましたね。サルベージは8。これ20にする必要がある。まずはね。バリスティックっていうのは、 実弾の攻撃ですかねやはり戦えば戦うほど能力上がってるのかもしれませんね。こういうスキルシステム面白いよな。ステルスも上がってんのかなスナイパー。エナジーはゼロになってるな。ヘビーもゼロ。レーザーマスケットはスナイパーとか、そこのカテゴリーなんですかねこれはなんだスキルを何かできるのかこれ。エネミーキルトラッキング。これはなんだ誰を何体倒したかみたいな、そういう情報ですかねあー、それっぽいね。カウントされてるんだ。 こういうの見れるのいいね。スキルオプション。すげえぞこれ。ちょっと人通り見てしまおう。これは面白い。サバイバル、スタティックスこれは現在の自分の状態かなとりあえずジャンクスクラッピング。これはあなたのインベントリのジャンクをスクラップできるサルベージュが20必要。ああ、20溜まれば、いつでも解体できるのかなどうなんでしょうね。それっぽい感じはするね。まだできないんだなフィールドスクラップ。これも一緒かな あとはユーティリティクラフティング。これで何が作れるっぽいぞ。コモンツールを使えば作れるのかなフュージョンセルをヘビーフュージョンセルに変換できる。なんだそれ。弾薬タイプを変換できるようですね。あとロックスミスツールとかも作れる。ここら辺は能力が必要なようですね。だから作ることはできない。あー簡単なじゃあロックスミスツール。アドバンスド。これ作れるんだ。この辺覚えておいて損はないね。メディカルクラフティング。バンデージを作れる。あ 作ったどうかなバンテージ4だけどお、ロブコピップボーイソフトウェアアップデート。アップグレード。あ、なんかピップボーイが教えてくれるみたいな。そういう能力もあるっぽいね。これはしかし、どうなんだあ、バンテージを何個作るか。なるほど。とりあえず1個作ってみましょうか。作れるのかなお、作った作ったっぽいな。あ、バンテージはじゃあいつでも作れるのかなそれっぽいね。で、スキル3時あると、さらに何か作れる。あとこれは、V を直す。トラウマキットですね。 しかし、これが足りないね、多分。なるほど。よし、じゃあとりあえず、バンデージで回復して、ジャンクはじゃあ、今んとこね、これ以上持てないんで、分割して、今から、スターライトドライブイン、あそこまで運びましょう。正面入り口も、クリアリングしておきたいところではありますが。お、腕はふらふらしてるけど、エイミングすると、ふらふら止まりますね。タレットに、レーダー来るかなあいつちょっと問いが、届かないな。 あ、二体いる。おお、とっと,っと撃たれてる。あいつは近接っぽいな。殴ってやれってもいいが。どっかで撃ってる奴いますからね。よし、行け。あっと。当たらない。いずかまれ。どぶいと。やったかよし、はっしゃ。ナイスだ。あ<っ>うわーっと、ショットガン。あぶないばばいばい。待て待てよし、よっし,しゃ。うわー。なんだこれ。すごいとこから撃ってきますね。 全然前に出れない。嫌らしすぎる。ほとぼりが冷めるまで。ここで待ちましょう。今い間ダブルバレルショットガンを、キーに設定するか。なんだこれ爆弾かタイプライター。今までなんか変なものが爆発するなと思ってましたが、どうやらこれがそのようですね。タイプライターの罠。おっめるぞ。まずい。車爆発する。ここ安全かななんとかセーフ。 よし。タルト高い。うおっと。横に回られてる。すげえ近くにいる。2体。ドクミトは。ダブルバレル。ショットガン。弾を越えて。さらに、弱そう撃っていく。よし、1体倒した。イカ降りよう、下に。これ危険だ。こちらに回り込むんだ。なんかバカしたけど。気にせずに走る。うおっと、近くにいる。いつドクミトナイス。撃ていい。 よし,よし、しダブルバレル。かなり強力だね。近づけば。これはあれかなセニティズドウォーター。消毒液かなラットには汚染されるけど、喉の渇きは潤う,う。そして病気にはならない。そういうアイテムかもしれませんね。酒はやはり、一時的に重量が増えるっぽいね。しかし、酔っ払ってしまうのは怖いね。このホライゾンで一体どうなるのか。では、これは最後の解体ですね、今回の。軒並み解体しまくって。 たっぷり武士を手に入れましょう。これはかなり布が手に入りましたね。バンダナ類が結構手に入るかな。レーダー倒すと。サルベージスキルも9くらいになるかな。おっと、虫が来た。マジか。うわなんで。2体くらいいる。バッツで、キルうわ、効かねえ。状態悪いぞ。うわー、待つな、これ。何をしてんだ。やむろ、あら。よし。バッツ撃てば、 結構やれるぞ。うわあうわあなんてことだ。悲惨すぎる。帰りに、こんな虫の集団に会ってしまうとかね。これはクリアリングが済んだ道だと思ったんですけどね。ランダム脇かなうおスーパーミュータントが近くにいる。こんなとこにスーパーミュータントリダックスというね。もったい入れてないから。やれそうかと思いきや。硬いぞ、あいつ。近接か。毒みたいに任せるしかない。あ。 ダブルバレーありましたね。これやればいいんだ。これなら効くでしょ。よし。かなり効くぞ。弾込えて。発射よいしょ、よいしょ。なんだ、敵が結構ランダムでわく感じありますね、これね。これは面白いけど。クリアリング済ました道でもね、注意が必要ですね。また体力ミリだよ。やばいな。居住者は誰も来てませんかね、まだ。ピープルゼロ。これはまだまだ厳しいな。とりあえずジャンクを預けて、 結構溜まったんじゃないかと思いますが、なんか作れるようになりましたかねそれを確認して、今回終わりにしますかなんか布の束が作れますね。これをすることによって、なんかいいことあんのかな布の重量が軽くなるとか、そういったことあんのかなまあ作るのは次でしょうね。とりあえず次回は、ダイヤモンドシートが、そちらに行ってね、そこで肉屋があるので、そこで食料を買えるみたいな、そういう話があるんで。まあそちら試してみますかね。で、キャップは、 アイテムを売って、それで稼ぐしか今のところなさそうですね。さあ現状、両腕がひどい状況ではありますが、次回は果たして生存できるのか。続きはまた次回。